It's country music time! 国内最大のカントリーミュージックの祭典、カントリーゴールド。日米を代表するトップミュージシャンが毎年10月、熊本阿蘇に集結します。今回のヘッドライナーはビリー・ギエクス。グラミー賞受賞の作曲者で、サライバンスやトビー・キースに曲を提供しています。アメリカのミュージックバーでの演奏を彷彿とさせるカントリーらしい歌声が魅力です。そして注目を集めたアーティストはアンバー・ヘイズ。去年デビューしたばかりの歌姫です。今風のポップなカントリーと伝統的なカントリーの両方をこなす実力があります。70年代に流行ったアウトローな人生を歌うのはレイ・スコット。2005年にリリースしたアルバム「マイ・カインド・オブ・ミュージック」は全米でヒットしました。日本からは50年のキャリアを持つチャーリー永谷&キャノンボール。岡山を拠点に活躍するオリーブが参加。アリゾナからは日本人がリーダーのジャンクション87が駆けつけました。グラミー賞を獲得した世界最高峰の技術を披露します。カントリーゴールド2011、7組のアーティストが繰り広げるパフォーマンスをたっぷり味わいます。熊本県南阿蘇村、世界最大級のカルデラに会場はあります。先月16日朝早くから全国各地のファンが詰めかけてきました。朝何時頃来るの？9時です。お子さんも可愛らしいよし、今日一日楽しく頑張ろう。一年に一度しか行われない特別な日、カントリーミュージック一色の一日が始まります。